それではただいまより2024年3月17日福沢聖書教会第3主日礼拝を捧げてまいります。前奏が流れてまいります。それぞれで黙祷をお捧げしましょう。主はこの礼拝に私たち一人一人を招いておられます。招きの言葉をお読みします。主よ、私はあなたを呼び求めています。私のところに急いでください。私があなたに呼び求めるときに私の声に耳を傾けてください。私の祈りが御前への声として手を挙げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上りますように。賛美を捧げましょう。可能な方はその場でご起立ください。教会福音賛美歌の8番です。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの名前をあがめ賛美いたします。私たちをあなたはその手の中に収め、その命を導いてくださいます。私たちは今日ここに息をし、また共に集うのは本当にあなたがそれを許し導いてくださったからだ、そう覚えて感謝いたします。次の1週間をあなたは私たちと共に歩んでくださり、前に後ろにと守りを置いてくださって過ごしてくることができました。そしてあなたはまた新しい1週間を過ごすようにと今日この日を与えてくださっています。週の初めのこの日曜日、私たちはこの日を安息の日と覚えて集ってまいりました。あなたが命じられたことに従ってです。あなたは何日かに一度休みなさいと私たちを
に命じられ、そしてあなたを覚えるようにと教えてくださいました。私たちが手の技を踏めても、あなたがそれを支え守る、そのことを教えてくださり、あなたの前に休み憩い力をいただく、その時間をその日を与えてくださることを感謝いたします。私たちはこの日をあなたとの交わりに覚えて集うときに、過ごすときに、本当に生かされているその実感を与えられますから感謝します。一人で自分の力で生きているのではない、あなたが私たちを守り導き生かしてくださる、そのことを教えてくださり感謝します。主よ、この日にふさわしく、この日の過ごす方にふさわしく礼拝をこの場で行いますから、ありがとうございます。どうぞこの1時間ほどの時、真実な礼拝となりますように、聖霊様の支配と導きをお与えください。そしてどうぞそのあなたとの交わりに入れられ、私たちをふさわしく取り扱い、また整えてくださいますようお願いいたします。神様、今日はこの礼拝の後に教会総会が行われます。あなたが昨年1年間を守ってくださったことを振り返り、また新しく始めるこの年を、この年度を覚えて、話し合って決めてまいります。神様、どうぞあなたが喜ばれることは何かを、考えながら、祈りながら、そして、決心していく時となりますように、主をどうぞ導いてください。この礼拝の不届きをありがとうございます。あなたの手に委ねて、イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。それでは主の祈り、地と信条を祈り告白してまいります。そんな方はその場でご起立ください。はじめに主の祈りで共に祈りましょう。では参ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればない。アーメン。使徒信条で告白してまいります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に残り、全能の父なる神の右に立ち上がり、賢いより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁くもの。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。報告の時といたします。中報をお開きください。真ん中の部分より、見てまいります。今日の説教中心聖句をはじめにお読みします。フィリピ2章22節。しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。子が父に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました。本日の予定です。教会学校中高科が1時半から持ったらすでに終えられました。続く今の時間は私立礼拝となっています。この礼拝の後は定期教会総会が予定されています。また礼拝後に、総会後に諮問会が予定されています。
今週の予定です。水曜日、20日水曜日、23日土曜日は同国祈祷が持たれてまいります。21日木曜日はオンジャイン牧場が予定されています。来週日の予定です。教会学校中高科はお休みです。主日礼拝は2時半からとなります。また祈祷会もお休みとなっていて、その時間に加藤牧師ご夫妻感謝の時ということでご予定いただいています。ありがとうございます。その後ですね、ブラジル牧場が予定されています。報告及び祈祷課題1、キリストの十字架と復活を覚え、私たち信仰者も復活に預かれることを感謝してイースター献金を捧げましょう。2番、第5期聖書通読の申し込みを行います。聖書通読表をご希望の方は受付の用紙の第5期のところに丸印を記入してください。本日までなっていますのでお忘れないようにお願いいたします。3番、来週手術では礼拝では転入会式が執り行われる予定です。入会予定の近藤隆兄弟と迎える教会の今後の歩みの祝福を祈りつつ臨みましょう。4番、加藤牧師が見牧を解任されるため選別のために加工街道公文3月24日まで設けました。メッセージを心出しをお願いします。それから、もう一つですね、日々の御言葉についてのアナウンスです。本日は日々の御言葉の配本日となっています。代金を4月7日第一手術などに街道公文の箱にお入れくださいということです。では暗証聖句を確認してまいります。一度共に読み上げます。では行きましょう。暗唱聖句、詩篇133編3節、それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。主はそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。では発表できる方もご起立ください。では参ります。暗唱聖句、詩篇133編3節、それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。お座りください。牧師コラムを読んでまいります。光がない世界。数週間前から健康のために早朝ウォーキングを再開しています。朝の5時、歩き始めの街は静かで人の気配もほとんどありません。いつものコースを行くと、なんだかひときわ暗い一角があることに気がつきました。そこはコンビニなんですが、改装中のために照明が全くついていなかったのです。ああ、こんなに暗いのか、思わず独り言が出てしまいました。その暗さが異様に感じ、怖いくらいでした。コンビニだけでなく、その周辺もよく見えないほどでした。光がない世界を想像させられました。聖書はこの世は闇だとし、その闇の中に光としてイエス様が来てくださったと語ります。もちろん、人もこの世も良い面はあります。でも、本質的には闇なのだということです。確かにその闇の部分はいつもどんな時でも顔を出す。しかし光に照らされる時にはその闇はどこかに行ってしまうのです。イエス様を心にお迎えした人生です。いつも心の中心にイエス様に座っていただくよう蹴り下るものでありたいと思わされました。では、続いて第35期取りなしの祈り感謝祈祷を捧げていただきます。指導をお役にお願いします。第35期取りなしの祈り感謝祈祷を捧げます。式辞、
ただいまより第35期取りなしの祈り感謝祈祷を行います。第35期取りなしの祈り感謝祈祷の献身者の皆様はその場でお立ちください。感謝祈祷を捧げます。天の神様、第35期取りなしの祈りの12週間をすべて守ってくださったことを感謝します。第35期取りなしの祈りに献身してくださったお一人お一人に感謝します。週に一度の1時間にわたる祈りを12週間続けられ、取りなしの祈りをの奉仕を全うされました。この経験を生かし、さらに人のために、日本のために、世界のために取りなしの祈りを捧げていかれますように、献身者お一人お一人を祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは献身者の皆様に感謝の拍手をいたしましょう。これで第35期取り出しの祈り感謝祈祷を終わります。ご着席ください。はい、それでは続いて賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌452番です。2017の版ですと新約の397ページに載ります。フィリピ2章19節から30節。私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスによって望んでいます。あなた方のことを知って励ましを受けるためです。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。皆自分自身のことを求めていてイエス・キリストのことを求めてはいません。しかし、テモテが適任であることはあなた方が知っていました。子が父に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕していきました。ですから私のことはどうなるのかが分かり次第すぐに彼を送りたいと望んでいます。また
私自身も近いうちに行けると主にあって確信しています。私は私の兄弟、同路者、戦友であり、あなた方の使者で私の必要に仕えてくれたエパフロディトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。彼はあなた方皆を慕っており、自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりました。しかし、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんでくださり、悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。そこで私はお急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから大きな喜びを持って主にあって彼を迎えてください。また彼のような人たちを尊敬しなさい。彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすため、命の危険を冒したのです。福音宣教の道路者と対して共に御言葉を聞いてまいりましょう。それで、今日はですね、説教を始める前に最初に、哲学的なと言いますか、そんな問いから始めたいと思うんですね。皆さん1枚送っていただけるでしょうか。人とはどんな存在なんだろうか、こういう、皆さん問いかけをされたらですね、皆さんどういうふうに回答されるでしょうか。人とはどんな存在だろう、皆さんの個人的な感想もそうですが、聖書はどういうふうに書いているのかということを考えたんですね。そして実に、今日の箇所においては人とはどんな存在かということが明言されている箇所があるんですね。皆さんお気づきになったでしょうか。人とはどんな存在か。このさんもう一枚を見てください。21節に書いてるんですね。21節。ちょっと読みますね。21節。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。皆と書いてますが、すべてというふうにも訳せるんですね。すべての人は自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。つまり人とはこういうものだと、言い換えることができると思うんですね。小野さん忙しいですよ、もう一枚。つまり人っていうのはですね、みんな自己中なんだということをここで言ってるんですね。自分のことばかり求めている、自分のことばかり考えている、ましてやキリストのことなど求めていない、考えていない、まさに人は皆自己中なんだ。そして日高く人は皆というより、ここでキリストのこととあるように、クリスチャンの例外ではないという視点をここで示しているというわけなんですね。私たちは救われてもなお自己中、自己中心的な存在である。で、講談から偉そうに誰かを指摘する必要はありませんで、実に自分自身の実生活を振り返れば、どのようなところにあっても、どのようなレベルの話であったとしても、やはり自己中心的に物事を捉え、行動、言動を繰り返しているように思わされるわけですね。そしてこの自己中心的なもの、人とはみんな自己中心なのだという視点というのは、よくよく考えるとやはり当たり前だろうというふうに思うんですね。クリスチャンになった人はですね、そのことをちゃんと、クリスチャンにです、イエス様を信じるという時に認めたと思うんですね。クリスチャンになった経緯、そこにあるのは、私たち自身がどうしようもないほど自己中心的な存在であって、自分ではもう救いようのないものであるという自覚だろうというふうに思います。自分のことは可愛いも、それも偏愛でして、自分自身を甘やかし、他者を傷つけるだけでなく、また自分自身を正しく愛することもできない、そういうレベルのもうどうしようもないこの自己中心性を私たちは持っている。だからこそ、そういう救われない、自分の力で救われないものだからこそ、イエス様が必要である、イエス様が救い主だと、
自分で自分を救うことのできないからこそ、他者の存在として救いのイエス様が必要であると認めた、それが私たちだということですね。そしてそうやってイエス様を信じますと言った私たちは、そこからなんか変わったわけではない。自己中心な自分自身を見つめながら、やはりそこを乗り越えていくのはイエス様に頼り続ける、イエス様を信じ続けるところにあって、その歩みが、まあ、何て言いますか、守られていますか、歩んでいけるということなんですね。ですからここでパウロが、みんな自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません、私たちはみんな自己中心的なものだというのは確かであるというふうに思うんですね。でもです、しかし、そのようなみんな私たちは自己中心であってイエス様のことを求めていない、そういうものであるはずなのに、ここでパウロは二人の人を真実な人として推薦するということをしているんですね。私たちは根っこから罪を持つ、罪に侵されている、そういうものであって、その自己中心的な在り方っていうのは拭いきれないものなのだ。しかしパウロはそれでも、ある人は真実な人だ、信用していい人だ、そういうふうに推薦できる、そういうふうに言うわけです。それでここで出てきている推薦される2人というのが、テモテとエパフロディトという2人の人である。でパウロはそういう信用できる真実な人であるからこそ、あなた方のもとに送りたいのだというふうにこう書き記しているんですね。人の本質を超えて、それでもこの人は信用できる、そう言わしめるものって一体どういうふうなことなんだろうか、どうしてそういうふうに言えるんだろうか、それを今日この箇所で考えてみたいというふうに思うんですね。パウロは一体何をもって、その人のどういう事柄を通して推薦できる、この人は真実な人だと言えたんでしょうか。一つ目確認したいのは、それはですね、信用できる、推薦できる人というのは人との関わりでそれが評価できるというわけです。人との関わりでこの人はそれでも真実な人が信用できると言えるわけなんですね。テモテ、エパフロディトという人も同じ信仰を持つ者たちの間にあって認められていたということをパウロは語っています。皆さんもう一枚22節のところで書いてるんですね。22節の初めの文章、しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。ここに青色であなた方が知っていますと書いてありますね。つまりテモテが信用できるもの、推薦たる推薦に足りるものだと言えるのはあなた方自身が分かってるでしょ、知ってるでしょというわけなんですね。フィリピ教会でテモテは以前から知られており、その関係の中にあって彼は認められていた。パウロはこれを根拠にテモテの、この真実さというものをこう担保し証拠を立てている。あなた方の知っているあのテモテです、信用できるでしょ、こういうわけですよね。エパフロディトもそうだった。一枚お願いします。今日忙しいですけど、パウロがですね、まあ、25節のところでエパフロディトを紹介するときにも、私の兄弟、同労者、戦友、こういう言い方を重ねながらこのエパフロディトっていう人を紹介しました。エパフロディト、テモテ、彼らは何か持っているもの、なんか能力とか個性とかそういうことではなくて、人との関わりの中で、あ、この人が信用できると言える、パウロはそれを大切にした、そういう視点を大切にしたということですね。人との関係関わりということです。
誰かを評価する、この人は信頼できると言える、言うときに、まあ、聖書的な価値観でそう評価するとするならば、もちろん個人的にこう聖書に向かい御言葉に生きようとしている姿勢ということはあるかもしれませんが、もっとこうはっきりとしたものとしているのは、人格的な触れ合いとか、その関係の中でそれを実感され認められるものが多いわけなんですね。もう一番お願いします。つまり関係が大事だというわけなんですね。関係が大事だ、人との関わりにあってどんな存在として、認められるか、それは非常に大事なことなんだというわけです。私たちは共に集い祈り合う、そういう関係にあって互いを知り、その人物像を認めていくことにあります。そういう意味で言うと、クリスチャンが孤独にですね、私は教会に行かなくてもいい、礼拝に行かなくてもいい、そんな関係を煩わしい、一人で礼拝すれば聖書を読めばいいというのはありえないということになる。私たちはこの私たちという関係の中で自分というものを見つめ、他者というものを見つめ、それでそのあり方を見つめること、正しく覚えることができるんだ。それでパウロがここでテモテとエパフロディトをですね、ピリピ教会に派遣すると、いわば押すわけですよね、推薦する。その直接的な理由ということに触れたいと思うんですね。つまりどういうことかっていうと、パウロはですね、クリスチャン同士の関係でただただ仲良くてですね、感じのいい人だったら推薦できるということをここで言ってるんではないということです。それはその関係性の中で認められることなんだけども、その大前提としての人物像につながる視点というのがある。それは何かというと、それはその人が福音のために奉仕しているからだというその視点なんですね。どうぞもう一回お願いします。はい、22節のですね、2つ目の文章にそれが見えてまいります。22節全体を読むとこうですね、しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。父が子に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました。テモテは素晴らしい、信用できるものだ、あなた方に勧めることができる、そして私の使者として送ることができるという時に、ただテモテのこのフィリピの教会とのいい感じのこの関係ということを言っているんではなくて、ここで言っているのは福音のために奉仕してきたその姿、あなた方も知っているでしょというわけなんですね。パウロがテモテをまたエパフロディトを評価する、信用できる、真実な人だと言えるのは何か、それはイエス様を述べ伝えることに生き方の主眼を置いている、そういう姿が見て取れるからだというんですね。テモテを良い、いい人だ、信用できる、真実な人だと評価できるのは福音のためにと生きているからなんだ、それがはっきり分かるからだ、口だけで言うんじゃない、その人との関係、教会の人たちの関係の中で、あの人は福音のために生きている、福音を中心に生きている、それがあるよりも分かる、だから信用できる、こういうわけなんですね。皆さんこの視点を聞いてですね、どういうふうに思われるかですけれども、これは単に伝道している、たくさん人を 教会に誘って連れてくるとかですね、何かを救われる、その人を通して誰かが洗礼を受けたとかですね、そういうなんか、行いということの評価ではないですね。そうではなく、福音のためにと生きる、
ここにあるのは何を目当てに生きているかという人生の目的に関する事柄なのだというわけなんです。福音を述べ伝えることを一番に願っている、福音が述べ伝えられることを一番に願っている、そういう人の生き方というのはもはや自己中なそういうあり方から離れているものだ。自分中心に自分さえ良ければという価値観から離れてしまって、そういうところにいない人だということが見えてくる。福音のためにと生きる、そのあり方が個人的な人物の評価につながる。それをですね、私たちはここに覚えたいもんですね。福音のためにと生きるときに、その人はですね、自分中心な生き方ではなく他者を愛し使える生き方が実践されているから、その実例というのがここでテモテをパウロ言っているわけですよね。21節の後半のところ、パウロはテモテがどのようにして福音のために奉仕してきたかと言えるかというと、こういうふうに言うんですね。子が父に仕えるようにテモテが私と共に福音のために奉仕してきました。パウロとテモテというのは共に伝道者であるわけです。そして福音のために要するにイエス様のことを伝える働きを日々共に活動していた、そのために歩んでいたというわけですよ、ね、で、伝道者が2人いたらさも力強いだろうと想像されるでしょうか、そういう面もあったと思うんですが、しかし、結構案外ですね、そういう伝道者が2人いてですね、宣教の働き伝道のことをしようとするとですね、結構大変な面というのもあるんじゃないかなということを想像するんですね。意見の相違、見解の相違ということはいろんなところで出てくるんだろうと思うわけです、それを言うのはなぜかというと、パウロ自身、振り返ってみますと彼自身が改心して間もなく伝道の働きに、宣教の働きに出た時にですね、バルナバという人と一緒にその働きを開始したんです。でも残念ながら途中で別れることになりました。バルナパウロも実に伝道者、と共に歩むその宣教の働きの中にあって、うまく一緒にやっていくことができなかった、そういう時期がある。しかしテモテはそうではなかったというわけですよね。パウロとの働きにおいて子が父に仕えるように、さもそれが仕えることが自然であるようにパウロを立ててその働きをした。ここにテモテという人物がいかに福音のためにとして、奉仕してきたかということが分かるとパウロは言うわけです。パウロはここでテモテのなんかこう個人的な人格の良さということをこう言っているのではないですよね。ただただいいやつで俺のことを立ててくれて俺を尊重してくれたんだよとこう言っているのではないんですね。そうではない、テモテも人であって本来自己中心的な存在にあるはずなのだけれども、そうならなかったのは彼がそれだけ福音のためにと心が砕かれ、そして人に合わせ、人に伝え、どうにかしてでもイエス様のことを伝えたい、その思いにあふれていたからか、その証明なのだというんですね。福音のためにと生きる、そこにあってはもはや自分中心というものは捨てざるを得ない、砕かれていくことが起こ
もう実践されていくんだ、もうここはもう手も手をこう想像するところにしかならない話でありますが、福音のためにと生きる手も手はここで、つまり自分をこう砕いて自分を変えてでもそれをしたいわけですから、見ると十分にこの自分自身が福音というものの素晴らしさを味わっていたんだろうと想像しますね。人々が自分が受けたこの福音を知ってほしい、そしてそれを持ってイエス様と出会い救われてほしいと彼自身本当に願っていた。自分自身が救いを本当に喜んでいるからこその視点がそこにある。また福音の本質であるイエス様の愛はそれだけ彼自身ビンビンと注がれ実感しているからこそ、受けたものを持ってさらに人に伝えたい、私はもう十分だと、そう自分を砕き何でもしますとパウロと共に宣教の働きをしたということです。そうやってテモテは自分ではなくキリストのことを求めて歩んだ。そういうテモテの姿を見てパウロはこの人は信用できる人ですよとピリピの教会に紹介する、ぜひこの人を送りたいんだとこう言ったわけです。今日は罪を持つ私たち、本来の私たちがそれでもその生き方が評価され良いと真実だと覚えられるための視点というのを学びました。それはつまり福音のために生きているかという視点です。イエス様が弟子たちにですね、福音のために福音を述べ伝えるっていうのは一体どこから始まったことなんだろうか。私たちはどこの宗教かは言いませんけれどもですね、誰か人を誘わないと自分が滅びの方に入れられるというような教理で生きているわけではありませんね。私たちはただただイエス様を信じて救われたというものであって、宣教する伝道する人に述べ伝えるかどうかっていうのも私たち自身は委ねられていることならなというふうに思います。けれども、福音派の教会は特にですけれども、講談からでもまた会話の中でもですね、人にイエス様のことを伝えましょう、人が救われることを喜びですと、伝道しましょうとこう呼びかけていきます。それはなぜなのか。それはシンプルにイエス様が弟子たちに命じられたその命令だからだというわけですね。マタイの福音書の28章を開けていただきたいと思うんですが、マタイの福音書の28章の19、20節をお開けください。ページは新約の64ページ。マタイの福音書28章19、20節。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様はご自身の弟子たちにですね、私の弟子を作りなさい、育てなさいと命じられました。で京都の私の教会である小学生がですね、別の話ではあるんですけど、なんで神様は命令するのと聞いてきたんですね。なんで神様は命令するのと、ふとこうね、命令っていう言葉に多分彼はネガティブなものを持ってたんだろうと思うんですけども、そこに私自身の回答としては、神様ってどんなお方か知ってる、分かってるよね、全部持っておられる方であって、必要なものは
全く自分で持っておられる方だよね。それでも僕らに命令するっていうのは僕らのためなんだよということを言いました。私たちのために、私たちがそうすることが必要であったり、またちょうどよかったり、そういうものであるからこそ神様はそうやって私たちに命じられるんだよと言いました。イエス様もそういうふうな視点でここで語られているんだ。イエス様の弟子を作りなさい、育てなさい、そう弟子たちに命じ、教会ができ、その教会が各全世界にこう生み出されていくところにあって、それはなぜ大事なのか、なぜしているのか、それは私たちのためで、私たち自身のためで、人が救われるというその人のためということでだけでない、私たち自身も救われてクリスチャンとして教会として歩んでいる私たち自身が、その生き方として、その生き方の祝福を受けていくために、また人に述べ伝えるという福音のために生きるという視点があることを覚えておきたいですね。その一つの例がまさにこのフィリピ書の今日の箇所にあるものだ。本来自己中心でしかない私たちの歩みが他者に心を向け、他者のためにと歩んでいく、その一つの方向性を生み出す力がこの福音宣教というその使命に生きるということがあるに関係している。ですから私たちは福音を述べ伝えるということを意識するものでありたい、者たちでありたいというふうに思います。私たち自身の成長がそこにある、そしてそうしてそこに神様の栄光が表される。なんか 私のためにというとなんかこうかっこ悪いように思いますけれども、しかしそうやって私たちが福音のために、福音の宣教のためにと労する、そのところにあって私たち自身が砕かれて、それが真実の証を生み出す。テモテがエパフロディトがまさに適任である、あなた方も知っているでしょ、を推薦できる人になっているね。私たちがそのイエス様の命令に心を向けて生きていくところにあって、私たち自身が変えられている、このことを覚えて歩みたいというふうに思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、こうして共に聖書を開き、ご主に触れることが許されまして感謝します。福音を述べ伝える、福音のためにと生きる、それは私たち自身がそこで砕かれ成長する、そのような良い機会を得るものだ、そのことを確認いたしました。イエス様は私たちにご自身の弟子を作りなさい、育てなさいと命じられました。それはイエス様の必要というところではなく、私たちの生き方としてそれが良いからだと、そう見ることができました。神様、どうぞ君の中で人の救いを、本当に福音のためにと生きる心をお与えください。今置かれているところにあって、そのような誰かを救われる、楽しいと願う誰かを覚えて、まず祈るもので祈らせてくださいますよ。そしてどうぞ祈りから示されたところに出ていく行動していく、皆様そこに私たち自身が取り扱われる機会があることを信じて感謝します。どうぞその人のためにだけでなく、自分自身のためにと覚えて、また福音のためにと生きるものとさせてください。この学ぶの時を感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌461番です。
生涯の賛美を捧げます。可能な方はその場でお聞きください。教会福音賛美歌269番を捧げます。聖霊の親しき交わりがこの礼拝を捧げしお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終えてまいります。この後